おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、立憲中長期の経済政策を発表、名目賃金率上昇率 3% への引き上げ目指すと題しましてね、まあちょっとね、いろいろと読んでいきたいと思います。はい。立憲民主党が中長期の経済政策を発表しました。物価高を上回る賃上げを実現するため、名目賃金上昇率の 3% への引き上げを目指すなどとしています。立憲民主党泉代表、物価を上回る年収アップ、当面の目標として 3% の名目賃金上昇率の実現と、これは決して楽な目標ではありませんけれども、取り組んでいかなければなりません。一方、これまで掲げてきた消費税減税については明記しておらず、泉代表は日本経済の時給ギャップは随分解消されてきており、同じ政策を出す局面ではないと説明しました。はい。まあね、バスの話がね、これを見て読んで思ったことはですね、はい。名目賃金率上昇率 3% ね、はい。確かにこれは素晴らしいと思いますね。ただですね、まあ、2点ほど問題があります。はい。まず、時給ギャップ、随分解消されてきておりって言ってるんですけど、これ解消してないんですよ。これはですね、時給ギャップって、日本の時給ギャップって狂ってるんですよね。これまあ、何度か前の動画でも言ったんですけど、これは竹中平蔵の呪いなんですよね。竹中平蔵がですね、日本の実質 GDP をね、平均概念にしてしまったので、低く出るようになってるんですよ。日本の名目じゃないです。日本の実質 GDP ね。実はですね、本当は、最大概念で見なきゃいけないんですけれども、最大概念にしちゃうと、時給ギャップが広がったように見えてしまうので、平均概念で今日本で見てるんですよ。だから時給ギャップが狭まったように見えるんですけど、最大概念で見ると、全然ね、時給ギャップね、たくさんまだまだあるんですけど、まあ、ただね、わからないんですよ。指標を狂わせちゃったんで、これをやったのが、まあ皆さん大好きなね、竹中平蔵大先生なんですけど、ほんとね、やばいよね。これがあるからみんなね、この東四郎の泉さんもね、時給ギャップが解消しているっていう風に言うんですよ。GDP をね、伸ばしちゃうと、デフレギャップが広がってしまうので、ここは名目 GDP を伸ばさなきゃいけない局面なんですよ。だから、時給ギャップがまだまだあるから、消費税を減税しなきゃいけない局面なのに、消費税減税しないってこのね、泉代表は言ってるんですよ。皆さんね、マジで騙されないでください。ね、今必要な政策は消費税減税なんですよ。消費税減税をすれば、時給ギャップがね、さらに縮まって、名実逆転する可能性すらあるんで、ここで、時給ギャップ解消したって言って消費税減税しなくていいねってなるのは、まあ、五流六流の考えですよ。ほんと申し訳ないけど。皆さんはね、このね、動画見てね、日本のね、実質 GDP が平均概念で見てて、最大概念で見てないよってことを知ったんで、もう泉代表より、まあ、経済を詳しいと言っても過言ではないと思いますね。はい。まあ、ほんとね、ほんとやばいよね。なんとかしないといけないと思うんですけど、なかなかここをいじってくれる政治家がいないもんで、頭痛いんですよね。まあ皆さんはね、こういう人がいたら、それ間違えてるよと。ちゃんと、最大概念で、日本の GDP は見なきゃいけないんだよっていうことを、実質 GDP か、を見なきゃいけないんだよってことを、ぜひぜひ、覚えておいてください。以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。